こいつ黒詰めしてみた、はい、おしゃべりとか大丈夫、はい、じゃあ足もなんかちょっと平べったいもん、ヒレっぽい感じ、こちらの撮影タイムに行きましょう、あのインターフェースに、こちらここに入れていきますね、すごい、やりますけど、この乾燥剤と一緒に袋詰めをまずしていきます。大丈夫です。豆の点滴が湿気なので、これで溶けないようにしてます。きよみちゃん、役者のオレンを入れていきますね。きよみちゃん。吸ってくれているので半年ぐらいは大丈夫です、長期保存する場合まあ、乾燥剤取り替えたりとか面倒くさい場合は冷蔵庫に入れてもらえればキープできますので、詳しい保存方法中に紙一緒に入ってますのでお読みください、しましたので、あ、そうだね、
影があるのがベタ。ほんと可愛い。取り終えたら袋詰め箱詰めしていきます。はい、大丈夫そうです。はい、ありがとうございます。ちょっと緊張しちゃいますよね。袋詰めていきます。袋詰めできた。乾燥剤と一緒に袋詰めすることで湿気で溶けるのを防いでます。乾燥剤取り替えてあげたりとか、あとはめんどくさい場合は冷蔵庫に入れたりとか、湿気の少ない状態保って乾燥状態を保ってもらえれば長い間見ていただけます。詳しい保存方法を中に説明の紙を入れておきますので、長くこうダイバーがしっかり取りに行ってください。普段浅草の花川堂というところで体験教室とかもやっておりますので、よかったらぜひ来てみてください。ご自身でも、はい、ご自身でもしっかり作れます。最初はあのうさぎの飴細工皆さん作りました。置いといたりとか直射日光とかだとダメって感じですね。温かいうどん、温かい白ごまゼロが入った。はい、スズコムとカズマいきますよ。いろいろ揃っております。お土産がおかわりのラムサイズのラムサイズのラムサイズのあ、やっぱ恐竜好き、男の恐竜だよね。まあ、お待ちいただけるなら全然恐竜好きだと思います。はい、温かい湯飲み、白玉全体、お気を持ちいただきたい。はい、日本酒、もつ煮込み、生ビールと。
ね、ちっちゃい方が可愛い。背並みみたいなの再現できるんですか？背並み、ちょっともうあれなんですよね、がたいをよくしたというか、モコモコ感はあれなんですけど、出そうと思えば出せますけど、どうします？結構ちょっとガチャガチャはしますけど、うん、こう一応モフットを意識した体型では作ってますけど、そこからまあワシャワシャっとすることもできますけど、あ、じゃあ大丈夫ですか？
怖い顔してるけど、おとなしいサメ。